とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はランダム報酬タワーをやっていきたいと思います。まあ今シーズンは楽勝でしょう。うん、どの装備を取ってもそれなりにいけそうなんで大丈夫よ。 OK。 で特に最初のボスまでぐらいはそんなに難しくもない。まあ2階が若干難しいのかな。うん、でもまあ気をつけてれば全然余裕だしいけるでしょう。はい、いきます。3、一発目はなんだ。ソウルヒーラー、珍しいのが来たね。まあまあ回復もできるし、あのソウルも貯めれるんでいいとしましょうか。うん、運が良ければ取れるかもしれない。あのあれが影の断片が取れないとは思うけど、もう来んな来んな、こっち来すぎだって。いいね。ちょっと待って、残ってるじゃん。終わり。あ、いやまだいた。はい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 、次2、カトラス珍しい。カトラスっすか。あ、まあ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 、雷あるな。雷入れとけ。いいんじゃない、悪くないよ。カトラスね。まあそこでアップドラフト来てくれれば、火力的には最高だったか。まあそんな奇跡はなかなか起きないから、期待はしてないよ。こう、矢筒がたくさん出てきてくれると嬉しいな。オッケー。終わりじゃない？楽勝。いきます。3、おおおお、いいよいいよ。今日も矢筒悪くねえぞ。オッケー。ああ何やってんだ。お、カトラスやっぱ強いね。カトラス強えわ。かなりダメージ入れやすい。わお、しゃ、お、いいね。やっぱ矢筒便利ね。しゃ、いいね。もうちょい、これ終わりか。はい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 、いいんじゃないですか。2、あーん、ドラが欲しかったけども仕方ない。エンチャント良くないな。 OK。 お、いいんじゃないいいんじゃない。あ、矢筒使いやすい。うん、まあまあそらそうか。いや、ちょっと落としちゃった。もう出ない、こっち出ない。よし、あっビーチこんぐらいだったっけ。こんなもんか。はい、いきまーす。5、あー、ここでこれか。え、防具取れないか。あ、なるほど。火属性と弱体化ぐらい入れとく。もう凶暴化も入れとけ。 OKOK。 待て待て待て。よっしゃ、お、いいねいいね。お、凶暴化入った、強いよ。今日も帰るのすげえ強いね、やっぱね。
え、もう終わりじゃない？楽勝すぎ。ボーンクラブもいいね。4。おいいぞ。でも闇のアーマーか。エンチャント特に良くないな。んで、商人。え、どうしよう。まあまあ、ボーンクラブ上げるしかないよ。あ、え、うん、いや、いいや。エンチャントはあのまんまでいいか。黄金職人が最初に来るっていうのはちょっと嫌だな。最後に来てほしかった。黄金のスキルがちょっと無駄になっちゃうからね。何がついた？ほう！待ち伏せか。でもこれで、そうね。影の断片来てくれれば相当面白くなるけど。お、ナイス！強暴発動しない。まあまあ 10% だから仕方ないか。仕方ないですね。いきます。4。え、また変わったぞ。耐久力ないけど、まあまあ攻撃速度は上がったか。クールダウンいらんかったかな。まあまあいいや。いきます。よし、オッケー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 。あ、攻撃速度あると強いな。やっぱ戦いやすい。むちゃくちゃ戦いやすいぞ。オッケー、いい感じじゃないですか。あら、ミスった。ちょっと待って、発動しないのかい、凶暴化は。よし、おお、終わりかい。いい感じじゃないですか。2番。また、いや、でも良くなった。そうでもない。ああ、まあ雪玉あるか。玉はありますわな。オッケー、ナイス。いいんじゃない。あ、もう。よし。お、なんかピキーンって言うわな。ああ、待ち伏せか。待ち伏せの時そんな音したっけ。おいし、ナイス。おい、けい。あと1、2体でおしまいか。3体いるな。あー、4体いる。よし、いい感じ。いや、を取らせてね。いきます。次ボスか。2。おし、おしよし。あ、でもなんか面白みがなくなったぞ。まあ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 、いいでしょう。これ、うん、いい感じにならない。うん、エンチャントも黄金もいい感じなんで。ちょっと待ってよ、ちょっと並べ替えて。あー、やめてー。うん、ソウルもいい感じに溜まってるのよ。 OK、 そう、ソウルいい感じ、めちゃくちゃいい感じ。ワンパンはちょっと難しいだろうね。ワンパンするには、あの、痛みサイクルが必要なんだよね。痛みサイクルついてないんで。まあまあ2ターン撃破っていうところでしょう。危ない危ない。
いや全然食らわんねえ。さすがの耐久力って言ったところか。もう早めにするか。2回叩いて、あーいやこんなもん。あでも半分近くは減らせたよ。ちょっと虚無の倍率があんま出てなかったか。もうちょっと虚無の倍率が出てなかったかな。もうちょっと待った方が良かったのかな。意外とダメージが出なかった。もうちょっと、もう HP の半分ぐらい一気に持っていくかと思いきや、そうでもなかったです。OK。まあ、次もまた狙ってみましょう。OK、次でいくか。あ、いや、いかんわ、いかんわ。ああ。そううまくはいかん。よし。OK、OK。まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。あ、ちょっと待って。え、これ火属性が入ってるからか。え、どうだったっけ、虚無と火属性って相性分かんない。虚無の倍率消したっけ。まあまあいいや、今度調べよう。 OK、 まあまあどうせ倒すんで OK です。はい、 OK。 ちょっと怖かった、倒せないかと思った。いきまーす。 5! まあまあそれなりに早く倒せなんじゃないっすか。まあランダムとしてはまあ良かったでしょう。ねじれたつった。もう段数が少ないから嫌なんだよな。あ、待って待って、いや危ない危ない危ない。オーケー。魂の袋を入れていってもいいかなと思ったんだけど、いやいいか。うん、なしでいいや。うわ、危ない。意外といる。あと上に台ぐらいか。あ、ミスった、使っちゃった。あんまり矢は使いたくなかった。これは6、ちょっと待って、1。おちょっと待って、いいぞいいぞ。あ、なんかいい感じになってきてない、これ。いやちょっとこれ、影も取れたし、これも取れたってことは、これ、これ楽勝だぞ、今シーズン、これ。楽勝すぎない？なんか仕込みって思われるぐらい、むちゃくちゃ楽勝なんだ、ちょっと。OK！ あ、残ったね、若干ね。はい、終わりだ。余裕4。うん、こっちだ。うん、あのパワーの弱いあれで回復しても、まあ知れたもんなのでいらない。でソウルももうマックスなんで大丈夫でしょう。あ、ちょっとこれ消防か多めに入れる。なんか意外と入るな。あ、もったいね。うーん、いいや、仕方ない。もともとポイントは足りなかったからね。よし、
ねいいね、凶暴化いいよ、すっげー入る、凶暴化すっごい入る、よし、危ない危ない危ない、あそうか、雪玉が入ってるからクリーパー対策完璧だわ、よし、おしまいじゃないですか、あもうやめてくれ、いきます、5、あ、いやいや、いいのかいいのかいいのか、ちょっと待って、いや、いい感じになったぞいや、仕込みじゃない仕込みじゃない、めちゃくちゃいい感じになったじゃん、ちょっと待って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 、もう、いや、ラグい、ひどいひどいひどい、取った途端ラグくなるのはやめて、よし、 OK、 めちゃくちゃいいぞ、OK、 いいんじゃないですか、 OK、 なんかやだな、もうそこちょっとラグいって、うわひどい、こいつはひどいよ、そのラグさは、オッケー、いきまーす、3、ほう、あーまあまあこうだな、いやもちろんこれ、あ、いや、覆われた怒りじゃできないのか、傭兵かなだよね、いや、すっごい順調、びっくりするぐらい順調なんですよね、で、矢筒が、あの森の矢筒あるんで、最初こっち行けるね、森があれば全然余裕で倒していけるんで、危ない、いけるでしょう、いきます、あ、ちょっと待って、エンチャントなんか入れて、いくぞ、よし、いや、そうでもなかったぞOK、 もうちょっと楽勝でいけるかと思いきや、こうでもない。よし。オッケー。待って待って待って。よっしゃ。オッケー、いい感じ。よし。終わりかな。いいっすね。いきまーす、5、うーん、まあまあいいでしょう、まあいいでしょう、武器が変わらなければいい、いやでもやっぱね、キノコ欲しい、キノコは欲しかったな、ちょっと待って待って、あ、ちょっと弓が全然良くない、やべえ、弓がアホみたいに弱くなった、いやこれはちょっと弱いって、あぶねえ、いや弱っ弱っ、戦いに行く、よし、あ、よし、いや、めちゃくちゃ戦いにくい、
ああなるほど、影化するのか。そうだね、はいはいはい。いやよくねえぞ。いきます。1位。うっそでしょ。弱くなった、めちゃくちゃ弱くなった。待って、影突はできるぞ。やってみる、ちょっとやってみよう。影突か。まあありではあるな。いきましょう。 OK。 おーいし、まあまあまあ、ここはね、ここはね、いけますわ。3。どうしよう。まあ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 、これいらんわ。ベックスどんどん出していって、あ、ここはもうベックスいいね。うん、対策になってる。よし、オッケー。お、いいよいいよいいよ、ベックスがすごくいい。てい、ナイス。危な、ちょっと待って、お前あと1体いるな。あ、2体いたわ。よし、で、あー、いい、早いね。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ミスった。いや、もう完全にミスったわ。もうよし、オッケー。もうやめろって。もうそうか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 、防具がもうあの弱すぎるんだ。オッケー。あ、でもこれ影化はね、かなり発動する。よし、オッケー。発動しやすいけど、そうね使うかって言ったらそうでもないかもしれないです。はい、行きましょう。1位。なんだ、おいいんじゃない。雪玉をちょっと多めに入れてください。よし、 OK。 待って待って待って、これ耐久力ない、耐久力がなさすぎる。よっしゃ、待って待って待って、よし、オッケー。いい感じのダメージ。待って。よっしゃ。オッケー。あ、固まるな。固まらないで。あぶねえ。めちゃくちゃ固まる。はい。ちょっと ラグやめてください。5。パワーシェイカー、ここかな。いや、ベッグス意外とタンクになってきてくれたんで入れとこう。意外と使えるよ。よし、あぶねあぶね。うん、オッケー。いやー、これ怒りちょっと使いにくいかな。
ちょっと怒り良くないぞ。いや、あれ装備があれば結構いいってことで、微妙な時ほんとちょっと良くない。1、おお、ストームランダー、ちょっと待って、コメントでストームランダーいいよってあったんだよね。確かにエンチャントいいな。エンチャントいいぞ、めちゃくちゃいい。あ、なくなったか。虚無も入ってるしね。あ、いい、ああ、ストームランダーこれいいぞ。オッケーオッケーオッケー。待って、お、いいねいいね。衝撃波入ってるし。あ、使いやす、こりゃ使いやすいわ。おう、エンチャンとかすっげえいい。オッケーオッケーオッケー。危ない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 、耐久力がないからね、これ注意して。オッケー、いいね。お、強いぞ強いぞ。6、3、こうかな。ってことはこれもう防具を上げるしかないよね。113のソウルダンサー。おう、まあまあ、なんか面白い装備になってきたかな。最後の最後、あと少しでクリアです。いや、あ、戦いやす。ドン、おお、いいねいいねいいね、めちゃくちゃいいじゃん。いや、おお、いや、この装備なかなか面白いぞ。おお、重力で引っ張ってそこに、オッケー、地雷やらなんやらを仕掛けていけるんで、いや、これ面白い装備。よし、オッケーオッケーオッケー。いや、面白いわ。あれ、あと一体いる。ストームなんだこれ、面白い。いきまーす。1、おお、はい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 。いや、なんか全然良くなってきた。全然良くなってきた。虚無入れるか。どんどん行きましょう。オッケー。いや、これね、本当装備すっごいマッチしてる。おう、あいつらもかなり余裕で倒せるし、イエイ、おいで、えい。いや、ほんとこの重力がめちゃくちゃマッチしてる。でパワーシーカー強いのね、今回のは。地雷とも相性が良くてね、なんか楽しい。よし、でちょっと耐久力ないかなと思ったけども、まあまあまあ、商人であげたらそれなりに使えるようにはなりました。はっ、え、ボス、え、この装備のまま行きたい。4、変わるんかい。変わるんかい。マジか、ちょっとストームランダーのまま行きたかった。
ダイナモ行こうか。あ、ちょっと待って。今日だと、これでどう？行きます。いや、ダイナモってこれため息なんわ。全然や、全然だった。よし、ちょっと待って、ダイナモ貯めて影化してちょっと一気に行こう。 OK、 多分いけるやろ。ちょっとダイナモを20まで貯めます。よし、ダイナモ20溜まりました。影化していけるか、いきます。うわいいい感じでしたはい、ということでランダム報酬タワーでした。何かいいの来てくれ。微妙だな、良くないね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。